車麩って美味しいよね。みっちゃん大好き。はい、みっちゃんです。いつもありがとうございます。今日はなんちゃって油淋鶏を作ります。鶏肉の代わりに車麩を使い、食べ応えのある一品に仕上がりました。酸味のあるネギダレと車麩の相性が良く、ご飯が進むのでお腹を空かせて召し上がってみてください。それでは作っていきましょう。これご飯4杯いけちゃうな。
もう一回撮っていい？どっちがいいかな？みっちゃん大好きで開いた方がいい？うん、じゃあそうしよう。車降っておいしいよね。みっちゃん大好き。Thank you.